私も覚えていないのです。私が覚えているのはイオという名前とあなたに寄り添う使命だけ。溶け合ったのですね、あなたと。私は知りたいです。私たちがなすべきことが本当に正しいことなのか、何をなすために生まれてきたのか、罪とは一体何なのでしょう。